映像では男子の走り高跳び競技が開始となります。日本記録は2m35、大会記録は2m28。次順に紹介します。九州駅で優勝、学生福岡大学遠藤大成オープン参加です。そして 2m 日本選手権第6位企業団チームサルタマ趣味はどうオープン参加となります。そして学生南方インカレ優勝千葉大学藤井龍馬。そして日本選手権第3位コナン新潟スタジオクラブ長谷川直人。学生南方インカレ第2位東京学芸大学土井斗真。そして世界選手権代表日本選手権代表長谷川赤松良一。そして最高位と最高位東海大学酒井志子さん。そして世界選手権代表日本選手権優勝実業九州選考新藤智子。第8位、九州駅の新藤智子です。第2位、松尾木菜、立命館大学、55秒29。一番だけ決勝の結果です。一方、福村仁志、国士舘大学、17m48。一方、村上光、日本第一施設、17m34。右側が学生の得点、どうぞご質問ください。日本選手権17位学生日本体育大学新田由紀子。女子の円盤投げ3回目の投擲に入っております。では男子 110m ハードルが行われます。日本記録は13秒06。スクリーンにはリプレイです。スタートオークボーユーリーユティック13秒45。女子 100m です。日本記録第2位、赤松良一、アワーズ、2m21。
優勝は新野智弘九年校2メートル24。男子走り高跳びの表彰を終わります。おめでとうございました。